では今日のゲストはプロゴルファーの中条さんがやってまいりました。よろしくお願いします。ちょっと隣のなんか中条がうるさいのでうまく声が拾えてるかどうかちょっと心配なんですけど、まあ気にせずやりましょう。では含めて、はい、お願いします。どんな話がいいんですか。多分視聴者さんからするとプロゴルファーの方が来たんだったらどうやったらゴルフ上手くなるか教えてくれよって多分みんな言うと思うんですよね。ああ、そうなんですね。でそういうのは言葉で言うのってやっぱ難しいんですよね。なんかやっぱ基本マンツーマンレッスン的な感じの方が、そうですね、基本的にゴルフはマンツーマンレッスンの方がマンツーマンレッスン、まあ、そうですね。あとやっぱゴルフが上達するためには、はい、フィジカルトレーニングをしてフィジカルトレーニング。そうです。あ、フィジカルトレーニングをする。そうです。あ、大丈夫ですか。難しい言葉が出てたから応用して思いました。フィジカルトレーニングってフィジカルなんて物理的って言ったんですか。いや、インナーマッスルとか体幹マッスル。そうです、体幹ですね。あ、まあ、体幹。そう、バランス力とか。そう、それをかっこよく体幹をトレーニングした方が、それはちょっとかっこよく言っただけなんですけど。あ、でも私なんかあれですね。そうですね、今はもうそれがやっぱり流行りじゃないんですけど、はい、技術がすごい進化してて、はい、効率のいいトレーニング、はい、っていうのがそういう形になってきたんですよ。効率のいいトレーニング、まあ、要はその動かし方をしっかり筋肉で覚えさせて、はい、動かし方を筋肉で覚えさせて、そうです、そうです、はい、この動きをするためにはこの筋肉を使うっていうのをしっかり意識ができないと、はい、まあ、そのパフォーマンスがあんまり上がらない、向上しにくい。あれ、動きを覚えるっていうのは神経が発達するんですか、それとも脳の信号が発達するんですか、それともなんか筋肉が記憶をする。そうですね、まあ、脳の記憶と頭の記憶はほとんど一緒で。あ、そうなんですか。そうです、記憶には3種類あって、はい、お、記憶。そうです、これはあのすごいマニアックなんですけど、そういうことですか。はい、まあ、一般的にその、なんだろう、スポーツする上で、はい、一番最初にコーチが手を触ってこう動かすのって、まあ、瞬時的な。コーチが手を触って、そう、コーチが手を触って、まあ、そのこういう動きをしますよっていうのを、はい、まあ、見せてくれたりで、はい、外部から接触して、はい、まあ、その動かしてみたりするのが、はい、まあ、なんていうのかな、瞬時的な記憶。何的な記憶。うん、瞬時的な記憶。なんて言うんですか、瞬時的。いや、瞬時的。あ、瞬時的な。あ、はいはい。講師が手取り足取りでこうやるんだよっていうのが、まず瞬時的な記憶。で、これが大体、まあ、覚えるのが1秒から2秒の間なんですよね。あ、そうなんですよ。あっという間に忘れるんですよ。そう。で、だからまあ一瞬できちゃうんですよ。はい。で、これを繰り返すと、はい、基本的にはまあ体が少し覚える。はい。まあ、第二段階に入ってくるんですよね。脳と、まあ、体、なんとなくの状態で覚える記憶、はい、で最終的に長期記憶っていう。ああ、要は数秒間だけ記憶してる。そう、これ全部の動きに、はい、関連してますね。あれ、ドラムとかでも多分そうなんですね。ドラムも一緒です。そうです。最初一瞬だけ忘れちゃうんですけど、それを反復練習することによって、あれ、やっぱ記憶に対応するのはやっぱ反復練習ですね。反復練習です。なんかあの、筋肉を取るのはプロテインとかありますけど、なんかその、反復力を、記憶力を高める。筋力をアップするのと、筋肉を使うのでは、全く別だと思ってます。あ、違うんですか。はい。あ、そういうことですよね。筋力をアップするのは、一定のその、要は、摂取量と、まあその、与えるストレス、はい、まあ、筋肉に与えるストレスなんですけど、トレーニングとか、まあ、技術的なものっていうのはやっぱ反復、使う筋肉と、そう、もちろん筋トレはすごい大切ですし、筋力アップしないと技術の向上はならないんですけど、繰り返しが一番重要です。反復練習がやっぱり一番重要かなと思います。なるほど。
るほど、それちょっと。でも逆になんかそんな記憶、筋肉記憶が高まる、なんかあの、なんかあの、素敵な薬とかないんですか？一発、食べて飲んで、一回やったら、もう覚えるみたいな。欲しいですね。それがないからやっぱみんな練習するんですよね。そうですね、それがないんで、まあ自分も今も練習してます。なるほど。まあ人間の体面白いですよね。鍛えると鍛えるだけ。はいはいはい。あとでも、あ、じゃあその動きを覚えるじゃないですか。はい。あと私不思議なのは、コントロールってあそこ辺にこうボールを持っていくのコントロール。はい。コントロールってなんかあんな球をこうこんな長い棒で打ってコントロールどころじゃないっていうかなんか。あ、それはコントロールするんですか。なんかこの辺の力で打ったらこの辺に飛ぶっていうのが分かるんですか。ゴルフはやっぱりその他のスポーツと違ってボールが動かないので、まあ、自分の体の動きが全てボールに反映してくるようになってますよね。でそのためにその、まあ、コントロールっていうよりも、はい、まあ、ボールそのもの自体は丸いので、はい、まっすぐ飛ばないんですよね。え、そうなんですか。まずまっすぐ飛ばないっていうのが定義になってます。へえ。いかにやっぱりこの動きをするとこのボールが右に曲がる、はい、左に曲がる、高く上がる、はい、まあ、要は低く飛ぶっていうのを、まあ、クリアしていくと、はい、まあ、それがだんだんつなげてくるうちにだんだんまっすぐがこういうことなんだなっていうのが分かっていく。へえ、すごいすごい。まあ、でもそれなんかやっぱこうやっぱやって何回もやって体で掴むような。そうです、そうです、そうです、そうです。私なんか頭に聞いてあーとか言ってますけど、なんかイメージしにくいんですけど、基本的にやっぱりそのボールが丸い以上、そのまっすぐっていうのはなかなか難しいですね。でもそのボールっていうのは、まあ、なぜ曲がるかというと回転が必要になってくるんですよね。あ、はい、曲がるには回転です。そうです、回転するためにはまあその軌道っていうんですか。そこはまあゴルフの楽しいところでもあるんですけどね。あれってボールって打つじゃないですか、はい、ボール飛んでるじゃないですか、はい、あの時のボールは回転、無回転、いや、回転してます。ボールは、はい、ボールは回転しないと基本的にはその曲がったり高く上がったりすることはできないですね。じゃあなんかこれヒットする瞬間に回転を与えるの。そうです、そうです。だからゴルフクラブっていうのはベースの面にすごい線が入ってるんですよね。あ、はいはいはい。でゴルフボールはデコボコしてるんですけど、まあ見ていただければ分かるんですけど、はい、で当たる瞬間に、まあ、上手にそのベース面とボールが、まあ、ギア効果って言って、はい、回転っていうのを加えるんですね、ボールに、はい、それによってボールが高く上がったり、はい、まあ、その後に右に曲がったり左に曲がったりすることが可能になるんです。そうなんです、はい。あ、そっか、私一回なんか見たことあります。なんかバンカーってあるじゃないですか。はいはいはい、砂地獄みたいな、はい、あそこから打ってグリーンに上がって逆回転してなんか、そうそうそう、あれやっぱみんなやっぱ逆回転がかかってる。そうです、あの基本的にボールはあのテニスとか分かりやすい、あの卓球とかはイメージしやすいんですけど、はい、なんか勝負の時にフェースをまあ目を開いてこうカットボール打つと上に上がっちゃうじゃないですか。あれって別にまあ面も関係してくるんですけど、どちらかというと回転なんですよね。ボールが高く上がるためにはまあ逆スピンって言ってバックスピンで、そうすると空気の抵抗によってボールがまあ上がっていく。で今度そのボールが右とか左に曲がるのはボールが右回転をしてる、はい、左回転をしてるっていう風に。まあ、ちょっと口で説明するのも難しいですけどね。なんとなく分かる。すごいですね。あ、そうなんだ。そうですね。できる無回転で飛んでいくのかと思う。よく、そうですね、結構ゴルフ始める方はみんなこう面を上に向けさせて一生懸命上げようとするんですけど、あ、はい、そうですね、そう、あの下が打ち上げた方が上がりそう。あ、でもそっか、でも先生、ゴルフの先生やってたら、なんかあれですよね、初心者向けに言うことと、ある程度できる人に対して言うことって大丈夫ですか。そうですね。アドバイス変わってきますよね。変わってきます。初心者だったら、その辺のことからこう言わなきゃいけないし、ある程度できる人だったら。そうで
ですね、まあ、始め方にはやっぱりなかなか口で言うのは難しいので、実際に図とか、まあ、動きで見た方が分かりやすいですね。あのイメージがなかなかつきにくい。プロやってる方って言ったらすぐイメージができちゃうんですけど。あ、そうなんですか。そうです、そうです。それがやっぱりイメージがないとなかなか分かりにくいんですよね、ゴルフは。あ、なるほど。からそこはやっぱあまり今やる方がだんだん少なくなってる一番の原因かなっていう。あ、そうなんですか。分かりにくいっていう。へえ。就業さんの時のいくつ年から始めたか。自分はそうですね、ゴルフは中学校3年生になる、まあ、高校から始めました。あ、そうなんですか。高校から始まって、ゴルフ部。そうですね、ゴルフ部に入って。あ、そうなんですか。はい。次、大学もゴルフ部で、大学のゴルフ部がその時は全国3位のゴルフ部で、すごい強豪チーム。強豪チームに入って、でそこから、まあ、地元のゴルフ場で研修生をやって、プロテストに向かって。プロテストで、プロテストでゴルフ部に予選から勝ち抜いて、はい、あ、でも地元はティーチングの方なんで、ティーチングプロなんで。あ、ティーチングプロとかあるんですか。そうです、そうです、教えるプロとトーナメントプロ。すごいですね、はい、教えるプロは意外と結構みんな簡単そうに思うんですけど、はい、一応勉強するのが結構大変で。いや、絶対そうですよね。1年間、そうです、そうです、1年間の勉強が多分ゴルフするより大変なんじゃないかなっていう。そうなんですか。やっぱそれ、やっぱよく、技術と学科の両方。そうですね、まあ、受けてるのが大体あの PGA って言って、はい、一応 PGA っていうその日本プロゴルフ協会、うん、まあ、一応日本の国が認めたライセンスなんで。へー、そういうのがあるんですか。ライセンス、あー、そうです。あ、国家資格ってことですか。そうですね。あ、日本の国家資格であれがあるんですね。この、そうです、そうです、プロ、教えるプロっていう。教えるプロっていう。すごいですね。あ、でも生徒さんからしてみたら、まあ、一つの基準っていうふうな感じで。なりますよね。だってそんな、その辺の、俺はゴルフ、自称ゴルフうまいぜって教えてやるよっていうのと、全然、資格持ってますから教えると全然違います。信頼度は偉いものでもないですけどね。すごい、偉い。独立してやろうとか思われたんですか。いや、やっぱり今の会社は大好きです。これ流してください。これ流してください。ただなんか一応もう最後になりましたんで、なんかあのメッセージというかなんかあります。なんかお伝えください。じゃあ上海でゴルフレッスンを習いに行くから、ぜひこちらに来てください。これ URL。 あ、なるほど。ここに URL ありますんで。これでも大変じゃないですか、編集するの。いや、そうじゃないですよ。意外となんかマップでやるんですけど、なんか、はい、では、はい、ありがとうございました。